コラニツマサ第78回7月17日新潟の山中にて山の境界線をめぐる調停を担当することになり、現地に出向いたトラコ。すると同行した書記官高瀬と申した手人森口が言い合いになってしまいました。その場にいたトラコもトラブルに巻き込まれてしまうことに。戸惑うトラコはなぜトラブルになったのかを高瀬に尋ねます。しかし高瀬はその理由を教えてくれません。トラコは高瀬と森口の間に何か事情があるのかもしれないと察するのでした。車体にて仕事のトラブルもあり疲れ果てて帰宅したトラコ。すると娘ゆう羊がテストの点数を書き換えようとしているところを目撃してしまいました。トラコが理由を聞くと、ゆう羊はテストになると極度に緊張してしまい、いつもの実力が出せないと打ち明けます。その話を聞いた途端に、亡き夫、雄三のことが脳裏をよぎったトラコは笑みをこぼしました。そして、ゆうさんに似ているゆう羊を、愛おしく感じるのでした。再び点数の改ざん、ぎゅうみちゃんは、父親の DNA を色濃く受け継いでいました。ピー子であろうとするゆうみちゃんの不正現場に遭遇したトラコちゃん。そのゆうみちゃんは、テストになると緊張してしまい実力が出せないのが悩みということが明らかになりました。栄誉挽回のためにも、しっかりとゆうみちゃんに向き合うはずのトラコちゃんは、今回は、きちんとゆうみちゃんの心に寄り添い、ごまかそうとした根本原因にたどり着けるのではないかと思います。虎に翼15週78は今日の感想解説。テストになると緊張する癖はまさに亡き夫ゆうさんの得意技でしたよね。と中を下すところまでにないでほしい。ほとんど父親について知らないゆうみちゃんにトラコちゃんはどんな言葉で気持ちを軽くするのかも見どころポイントになりそうです。第73話の得点改ざんエピソードの振りが第78話で見事に回収される予感。佐田親子が心から分かり合える家族になれるかどうかの重要なシーンになりそうです。最終的に初めて得点改ざんを知った時の悲しい記憶が楽しく優しい思い出に上書きされるといいな。以上、虎に翼16週78話のネタバレあらすじ予告でした。